おはよう。さあ、クレバン。お散歩行って、おやつ買いに行こう。よし、行こう。おやつ買い行こう。クレバン。寝ぼけて。寝ぼけてんのか、クレバン。クレバン。おやつ買い行こう。おやつ。はい。はいで。よいしょ。よいしょおはよう。よく寝たね。まだ眠いのかな。はい、では表参道にあります K9 ナチュラルさんのお店に行っておやつを買っていきたいと思います。よし、行こう。よいしょー。よし、か。はい、お散歩行きまーす。よし、か。来ました。よいしょ。さあ、表参道 K9 ナチュラルさんでおやつを買って帰ってまいりました。お疲れ、クレマ。歩いたね、クレマ。よし、じゃあちょっと足拭いて食べよっか、おやつ。いや、夕方出たんだけどやっぱり歩いてると暑い。車行かないよ。まだ降ってないよ。はい、足拭くよ。はいで。踏んじゃなくて、来て来て。1時間ぐらいお散歩したんじゃない？やばい。暑い。エアコン入れよう。帰ってきました。それやんのね。よいしょ。やばい、結構本当に暑い。軽く汗ばんでる。これはお風呂に入りたい。よーし、じゃあクレマさん、お試しで買ったちっちゃい、こちらがラムのグリーントライプ、一応胃袋か、ラムの胃袋とちっちゃいのね。あとはビーフの同じくグリーントライプ、こっちでっかいやつ、はい、2個買ってみました。よし、じゃあクレマ、早速ちょっとまあ試食はしてきたんだけど、せっかく帰ってきたから食べようか。小型犬の場合、フード1食分に対して2粒3粒程度って書いてあるから、
まあすでに2粒食べてしまったんだが、クレマさんは試食で。賞味期限近い方から食べようかな。こっちか。ラム。ラムのグリーンストライプ。先にじゃあ、こちら。まあちっちゃいからちょうどいいね。すぐなくなりそうだ。美味しそう。よいしょ。くちくちくち。さあ。まあそんなにおいしないね。グリーントライプ、名の通りグリーンだわ。はい。ラムのグリーントライプ、胃袋を 100% 使用。加工加熱を最小限に抑えた特殊なフリーズドライ製法で、消化酵素や乳酸菌などの善玉菌がそのまま、だって、消化吸収を助けてくれるので、食欲のない子や吐き癖のある子、お腹の弱い子に特におすすめです。ということです。はい。はい。もう今日これで3粒食べちゃったんで、今日のグリーントライプは終了です。はーい。では本日もご視聴ありがとうございました。夕方お散歩。もうちょっと涼しく気持ちいいかと思ったけど、暑かった。ね、これからだいぶ暑くなるみたいだから、お散歩夕方かな。5時、6時のお散歩になっちゃいそう。ああ。では皆様、本日もご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。